一人でも多くの人が生きてください。キョキョハロー YouTube 明けましておめでとうございます。まあ今完全に健康な状態で来てるんですけど、どこがやねんお前、ハゲとるしお前人工ないし足怪我しとるし、ハゲてなくて男。おう YouTuber おもんないんだの粗品さんおっしゃってたじゃないですか。はいはいはい。あれはよくないなと思って、おもんない YouTuber ランキングを街中に聞こうかなと思ってます。僕は YouTuber 全員おもろいと思ってますから。嘘、俺は芸人の方がおもろいと思ってる。いやまあ芸人も面白い、 YouTuber さんもおもろいでしょ。いや、おもんないで、うん、で、答える方には一応こうモザイクとかそうしてしっかりねしないと、その人がね、なんかおもんないって言ってて、俺らはおもんないと全く思ってないけど、 YouTuber みんなおもろいと思ってるから、そっちを一応聞いてきます。じゃあ限定10組でいきましょう。よいしょー、うえい、サウナ最高やな。サウナにもリフレグラ。僕らのこと知ってますか？あ、結構たまに見てます。結構たまにどっち、どういうこと、難しい。 TikTok とかで流れてくるんで。あのさ、知らなくてもええもん。うん、で、YouTube とか見る？あ、見ます見ます。で、なんか見ててこう、おもんないなみたいな YouTuber いいですか？はい、マジで、コムドット。コムドット、ありがとうありがとう。理由とかある？ちょっと身内乗り強いなっていうのが。あー、なるほどなるほどなるほど、貴重な意見、うん、ありがとう。すいません。あ、その方より俺らの方がまだおもろい。いや、もう結構笑かしてもらってるんで。ありがとう、ありがとう。僕らのこと普段見てくださってるの？あ、もういつも見てます。ありがとうございます、本当にね。お二人の中でおもんない YouTuber っていたらちょっと教えてほしいんですよ。でも、いっぱいおるっすけど、はい、あ、何票も上げても大丈夫です。自分の場合は、はい、あのグループ YouTuber が結構きつくて。あ、なるほど。その、何やったっけ、シルクロード、フィッシャーズ、フィッシャーズ、あー、フィッシャーズかは、はい、結構おもんないっすね。おもんない理由とか、もうシンプルに喋りとか見てておもんないって。痛いっすね。痛い。なるほど。1位がですか？はい、そうですね。僕最近やったら1位っすね。ああ、他痛いたりするんですか？何か。他やったらまあみんな言ってると思うんですけど、スカイピース。ああ、僕はそうは思わないんですけどね。僕はそうは思わない。やられたな。俺やられた。まあ。僕はそう思います。奥様はなんか、え、でも私 YouTuber 大好きなの。お、じゃああんま嫌いな人でも中身がちょっとこれは問題だから、とかも問題、うるさい人苦手なんで、私ガードマンとか苦手で。お、逆にか。あの、男は好きやけど女の子は YouTuber が好きなんで。なるほどなるほど。これから声静かにしてる。結構うるさい方なんで。すいません、こんな日々すいません、こんな日々になりました。みんな YouTube とかも見る？見ますね。じゃあ、ほんまにモザイク入れるからみんなに。おもんない YouTuber 教えてほしい。俺マジで言うマジでほんまにモザイク入れる。コムドットおもんない。お、あ、そう、理由ある？理由ちょっと、なんかコムドットのファンが嫌いです。ああ、そんなんもあるんや。コムドットの好きな女子とかがマジで嫌い。ああ、なるほどね。民度悪い。民度が悪い。新しい意見だね。俺はそうは思わんけどね。次の方、他はいるの？何人でも挙げてもらってもいいです。もうコムドットだけでいい。一緒っすね、コムドット。コムドット、そう、理由はある？見てて、うん、あんまりこう、長い時間見れないっていうか。あ、なるほど。すぐ飽きてしまうみたいな、うん、飽きる、はい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 、飽きてしまうおもんなさがあるんや。俺はそうは思わんねん。全部否定するよ。どうやろ、お前も。真ん中の方は48。おお、みんな俺ら知ってる？知ってます、もちろん。ありがとう。知ってます。なんで？やっぱ TikTok の TikTok の橋本環奈の動画でしました、うん、あ、なるほどね。いろいろ見てくれてる。好きなんや、レイクレとか。あ、好きです、好きですね。その、俺のやつ見て面白かった？めっちゃ面白い。マジ面白いです。マジか、そんなん思わんけど、俺は。思えよ。ねえ、あの、霜降り明星さんのさ、はい、粗品さんわかる？わかります。最近こう、YouTuber おもんないみたいな言ってたの知ってる？ニュースになってたの知ってる？あ、知ってます。みんな、おもんない YouTuber 教えてくれ。言っちゃっていいんですか？もうみんな言ってくれてる。僕はコムドットって。あ、僕もコムドットです。断トツでコムドットです。コムドット2？コムドット今2位入りました。理由も、え、コムドットはやっぱネタ切れかなと。あー、まあまあ、なんかやっぱ自分ら向けじゃないかなと思って、なんか女性向けでやからなんかおもんないし、あとなんかシンプルにちょっと生きてておもんないかな。言うね、君。そう、え、ネタ切れじゃなかったらおもろいってこと？いや、いや、それも関係なし、なんか自分かっこいいと思ってんのかなって。あ、でもやっぱ牧歌さんってやっぱなんていうんですか、面白いじゃないですか。
おお。なんで僕は脇井香さん尊敬してます。結構真似してたんですよ、学校で。出てない顔は。あ、いいね、いいね、いいね。真似してたり、あと橋本環奈さんとなんかインスタライブのコラボとか、うん、デヴィ夫人とかのコラボ。してた、してた。あれ見てました。ありがとう。すごいね。めっちゃいい子やん。でもそのカムドット嫌いとか言うのは良くないと思うけどな。嫌いですね、まあ、ね。好きなんや、脇井。じゃあ次は次期やつ。おお、新しい。新しい。いいねの顔してんだよ、お前。それなんで？やっぱ、見てて、うん、あんまり気持ちよくない。あ、不愉快。不愉快。言ってはいけないことを言ったり、デジタルタトゥー言われて。あ、そうやな。そうして女の子たちがかわいそう。かわいそうだと思って、うん、あ、素晴らしい。いい、いい、いい、はい、素敵やな、はい。やっぱコムド。コムド。うん。理由は？普通にノリが重い。おー、なるほど。でもみんな見たことあるのよ、一応見たことあるよね、コムドと。で、見て判断したよね、おもんないって。あ、そうっすね、はい、なるほど、なるほど。俺は思わ。え、僕らのこと知ってくれてるんですか？もちろんです。そう、なんで知ってるんですか？レイクレです。あ、レイクレコラボで。レイクレ好き。めっちゃ好きです。おもろい。めっちゃおもろい。おもろいんや。合わせてください。なるほど。会いたい。もうレイクレのファンなんや。はい。なるほどね。みんなの中のガチでおもんない YouTuber を教えてほしくて、なのであのみんなモザイクしてます、はい、じゃあ、彼から、スカイピース。うおガチやん、急にガチだよ。 いいね、そのガチ、ありがとう。理由は？いや、下ネタおもんないです。わー、なるほどね。俺らも一応下ネタ使うけど、レイクレも使ってるけどね。やめてください。下ネタレベルがちゃうもん。なるほど、ありがとう。じゃあ、はい、僕もスカイピース。スカイピース。俺はそうは思わんのに。なんでやろ、なんで。理由は？ちょっと、あ、きついこと言うね、ナイス。いい年した大人が俺らよりスカイピース1個下です。すいませんでした。はい。 OA 取って。おっ、 OA。 理由は？出るね。あの、ちょっと腰ときつい。なんで？腰ときつい。腰ヒットって何？ TikTok のダンス。はい。ああ、ええ。まあ、きついとか。まあ、そうっす。ちょっと見てて、ちょっと見てて。これはサワヤンゲーム。え、意外やな。おもろいとよく言う。なんで？理由は？うるさいの嫌い。なるほど。じゃあ、ガードマンとか。ガードマンとか頑張ってます。レイプレなんかめっちゃうるさいやろ、あいつら。あれ、面白い。面白い。面白くないのにうるさい。彼は？コムドットっす。お、理由は？ありがとうぞ。なんか炎上とかしたり。炎上とかしたり。なるほど。でも、トモヤンも炎上してたで。あ、酒飲みに行って。あれ、ちゃんと、バチ、ちゃんとしてた。バチ、みそぎを受けたと。なるほど。こんにちは。こんにちは。元気、最高。何歳？何歳？15です。15やな。じゃあ合わせたら60っていうこと。なんでですか？みんな YouTube 見る？見ます。よし、じゃあ好きな YouTuber はちなみに誰？どんなのが？レセフラミンゴ。あ、いいね。センスがいい。コムドット。あ、いい。あ、コムドットが好き。コムドット。なるほど。みんなの中でおもんない YouTuber を教えてほしくて。マジで教えてほしい。おもんない YouTuber、 ただ叫んでるやつのこと。お、そう、誰とか、誰とかある。今までみんな名前教えてくれてるのに。頭の中でただ叫んで。でも、全部、全員モザイク入れます。絶対バレへん。絶対バレへん。全員モザイク。絶対バレへん。今まで聞いた人も全員モザイク。学校バレたら大概。大丈夫。ほんまにやばい。絶対大丈夫。え、なんか、インスタでキャベって言ってきた。待って、キャベって言って。キャベ？キャベ？キャベ？あの、なんか、自分、アンチコメントみたいなのに、ただ単にツッコミしながら料理してるみたいな。知ってる。なんか、全然。なんか何も笑われて。それはスカイピース。お、ガチガチで。マジガチガチで。理由は？なんでうるさい。うるさいんや。でもスカイピース好きって言ってなかった。コムドットだ。コムドットじゃない。なるほど。一緒なんじゃ、スカイピースとコムドット。違います。全然違うの。全然違う。そうか。じゃあ他はいない。2人がうるさい猿か。え、分からへん。猿？猿みたいにうるさい。言い過ぎて。言い過ぎて。でも歌はうまい。あ、なるほど。そう。あの、君たちが思う、おもんない YouTuber 教えて。そのボケとかはなし。ボケなし。ボケなし。ほんまに自分が見てて、そのおもんない YouTuber で、理由も教えてほしい。うん。では、決まった人から。あ、もう全員で一斉にいいですか？いや、一斉で全員一斉、一緒なの。大体、分からない。大体一緒なの。大体分からない。一緒。あ、じゃあ一斉のででいいよ。せーので、マギーか。僕らのこと知ってる？あ、もちろんもちろん。なんで知ってる？梅ちゃん。ありがとうございます。マッキー。おお。なんで知ってる？我々のこと。テレビドクターじゃないですか。あ、おもろい見てて。おもろい。そうなんだよ。あ、おもろい。あ、どう？それは。
君たち2人が見て、おもんない YouTuber を何組上げてもらっていいから、おったら言ってほしい。おる？多分おらんと思うけど。います。え？誰？俺らの好き嫌いになるから。最近よく見るんですけど、うん、ウンパルンパ。おお、ほう、理由は？なんかすごいあの、同じネタ使うじゃないですか。確かに。こすりにこすりしながらよく流れてくるんですよ。うん、けどずっと同じネタ。ずっと同じこと言ってる。はい。進歩がない。なんか進歩がない。なんかずっと先生の真似して。ずっと先生の真似して、まあまあ、まあ、新しいことが何もない。そうそう。最初はくせえへん。そうっす。最初おもろいと思ってたんですよ。今はあんま思んない。そうっす。だから僕はやっぱ、コムドットっす。おコムドット。理由は？理由、前が長いっす。しゃべり長いです、確かに。しゃべりは面白い。いや、おもないです。あ、一番ないしゃべりが長い。そうです。長くて、おもない。地獄やんじゃ。1分ぐらいは前のしゃべり。うん、おもない。あ、一応見たこともあるの。あるっすけど、見ただけで言うてるのか。そうです。あ、なるほどね。もう右で出してる。うん、右で出した。向こう。あ、なるほど、ね。見た上での判断や。そうです。かっこいいけどな、でもみんな。そう、そうかっこいいですけど、長いっす。前のしゃべり。家族が全員サッカーしてて、うん、それであの、そう、俺のことじゃ名前も分かる。女性ファンが初めていました。一人目やん。おもんない YouTuber おる？まあ、ちょっと好きじゃないかなぐらいの。この人は見えひんわ。おらんよな。好きな YouTuber はおる。しゃあないやっちゃな、もう。マキが好きで嫌いな人がおらん。でもあのお父さんが見てたし、見てか面白いな。嬉しい？お前家族いいな。お父さんにメッセージ動画撮るわ。いやマジでありがとう。お父さん娘さん産んでくれてありがとうございます。ありがとうございます。いや素晴らしい。こんないい嫌いな YouTuber なんていない。なんで好きなの？家族にめっちゃ。うわ、もう家族や。弟何歳？弟も中1になったばっかりで。なるほど。弟にも言うとき、まあ、弟ありがとう。生まれてきてくれてありがとう。完璧やった。一番いい子がおったさ、嫌いな YouTuber なんかおるわけないのよ。さっきのやつらみんな言ってたやろ。みんななんかバンバン言うてたやろ。普通おらんって。あ、僕たちのこと知ってる？知ってます。なんで知ってるの？YouTube とか TikTok とか。そう、見ててどう思う？いや、面白い。2人が思う、おもんない YouTuber を教えてほしくて。で、モザイクするから何言ってもらっても大丈夫ですし、自分がその何組言ってもらってもいい。あ、おもんない。で、あと理由もちゃんと欲しい。でも、うん、結構、うん、その見てる人、うん、その YouTuber を見てる人が嫌いなとかは結構あるんです。あー、なるほど。ファンが嫌い。そう、そのそうコムドットやな、じゃあ。そうそうそう。お前なんで分かった？コムドット嫌いなんじゃない？やっぱりなんか、見てるけど結構。あ、見てる子が思んない。そうっす。コムドットは思んない。コムドットも思んない。そうっす。はい、演者も思んないし、ファンも思んないよ。そうです、はい。そうなんや、俺は全くそう思わんけど。ヒカキンとか初めて人とか数字はめっちゃあるで、でも、はい、けど、なんかその有名が上になんか生きったりするじゃないですか。そう、あ、そうなんや、俺は全く分からへんけど、そうなんや。僕らのこと知ってくれてるんですか？僕は知ってます。あ、なんで知ってるんですか？ウィナーズで。あ、でもウィナーズって見てて面白いですか？まあまあ、あ、まあまあおもろいですね。なるほど。持っていただいてるだけでね、あれ感謝ですね。あの霜降り明星の粗品さん、わかります？あ、わかります。粗品さんが最近あの YouTuber 全員おもんないみたいな言ってました。そうです、ニュースになってたじゃないですか。二人が思うなんかおもんない YouTuber っています？その何組挙げてもらってもいいんですけど。おもんない YouTuber、 僕は YouTuber 全員面白いと思ってるんですけど。おもんないのもおるよ。いや、おもんないやつだらけ。います？誰か。おもんない YouTuber、 はい、もう全部モザイクするからバンバン行くから全然大丈夫。リゼのチャンネル。おい。理由聞こか。うん、聞こ。ちょっともうちょっと下手くそな人出ても。ああ、なるほど。上手すぎて思うんだよ。上手すぎて構成的に、構成的に思うんない。そうそう。上手すぎて思うんだよ。だからそう、上手ないからおもろい。上手ないからおもろいってことやな、僕らは。そうな。そうです。そうやな。いや、全然全然。俺はリズム側や。リズムのそのトークとかは？トーク？あんま見てないです、ね。あ、そのプレーの前になんか喋ったり、プレー中も喋ったりするのは。飛ばしてます。あ、そう、なんで飛ばすの？おもんない。マユチューバー、スカイピース。うわ、女性で。それ理由教えてください。なんか昔はやっぱり好きやったんです。はいはいはい。最近になってあんま見なくなっちゃった。なるほど。それはなんで？なんか
も炎上しすぎて、かわいそうでも見れないですね。なるほど。コメント欄みたいな、ひどいコメントしかないから、そうなんや、心痛いし。ラストです。ちなみに僕らのこと知ってる人っていました？知ってる。あ、え、なんで YouTube ショーです。見ててどう思ったんですか？あ、なんて言って、いや、おもろい。おもろい、はい、まあ、そうです。おもろかった。はあ、そうは俺は思わんけどさ。どういうことだ。その粗品さん、わかる、はいはい、最近 YouTube 思わないみたいなニュースなってたじゃないですか。皆さん、マジでモザイク入れるんで、自分が思わないと思う YouTuber を何組上げてもらってもいいんで。でも大丈夫、絶対悪い。あ、いいですか。はい、おる。カノックスター。おー、カノックスター。どんなんやろ、カノックスター。あれ、飯食うやつや。あ、理由はキショイだから思わない。そうですね、入ってこへんねん、カノックスター。カノックスターは嫌いです。おお、理由は、理由はなんか、そういうだけだとか。そうやな、なるほど。そんなこう、イチャついてるのはおもろないって言ってます、っていうか、まあ、そうです。そんなんで金稼いでるのかな、女の。羨ましいが勝ってんじゃん。いや、そんなことない。そんなことはない。ある。なんで？正直理由ないんですけど、うん、ちょっと苦手かな。ああ、まあ生理的にみたいな。なんでなん？だから理由ないんですよ。見てて、ちょっとただと。見たことはあるやんな。見たことは。100円ゴラグ。誰？え？なんで？100円ゴラグや。あれ、100円で何でも買いに行くやつ。ええー。いや、なんでお前そんな。俺最近めっちゃ出てくるから、バリ見てる。なんでなんそれは。YouTube ショップそれしか出てこない。見てるかね。10組終わった。どうされましたか？写真。あ、写真。どうぞどうぞ。一瞬だけ。どうぞどうぞ。モザイク入れるんで、じゃあ動画出れますか？はい、そうです。あ、YouTube とか見る？いや、めっちゃ僕らのこと見てましたよ。あ、僕らのこと知ってる？知ってます。見ててどうやった？最高です。面白いよ。面白い。小学生にキレてるやつ。どういうこと？好きやねん、お前。変なの好き。皆さんが思う、おもんない YouTuber、本当のやつがいいんで。で、モザイク入れるんで、誰言ってもらって。あ、この学校。早いね。いや、食い気味で言ってた。理由はなんかもう見てて痛いです。見てて痛い。見たことある？見たことある。なるほど。見てて痛い。はい。それどこが？なんかちょっと炎上して反論してる感じがなんかちょっと腹立つ。腹立つ。ああ、あんま他は他ホエイトの嫌いです。まあ、理由はなんかちょっと炎とか言うじゃないですか。炎じゃん。なんか痛いな、歌ってて痛いな。ひどいな。他ガードマンス。お、え、え、好きそうやん。え、なんか物壊してみんな好きやろ。なんか物壊してエグいてよく分かんない。物壊してエグいてって言ってるだけ。あー、おー、なるほど。まあ、フィッシャー。あ、フィッシャーさん。理由は、いや、まあ、小学生の時とかは面白かったんですけど、この年なんかちょっときついですね。なるほど。じゃあ小学生しか見てないかも、あれは。あれは大人になったら、大人になればなるほどファンは離れていく。あの年で判断してるのか。なるほど。全員答えた。あ、初めて。お、え、理由は、理由は24時間制限。あれほんまにやってんのかなって。あ、昔思ってたんですけど、そっから嫌いに。やってない。いや、わかんないよ。基本YouTube のドッキリは全部やらせてやる。結果発表。合計約11組ぐらいかな。1票組、ヒカキン、サワヤン、ジュキヤ、ケベ、ウンパ、リゼム、夜の人笑い、100円が…100円娯楽？100円娯楽です、はい。まあ、知ってる名前も身近な娯楽ちょこちょこ出てましたけど、ちゃってましたけど、はい。2票、フィッシャーズ、はじめ社長、ガードマン、パノックスター。3票、48、マギヒカ。5票、スパイピースさん。11票、コメオトさんでした。優勝はコムドットさんが面白くないということです。はいはいはい。まあそのほんまにその人それぞれ、うん、ファンが多ければ多いほどそう思われる、ね、こともありますからね。あとコムドットさんやっぱ顔がいいから、そのみんなこう嫉妬とかやきもちでこう思わないっていう穴探ししてる、うん、やっぱり言ってしまうみたいな。カノ君も顔めっちゃかっこいい、うん、イケメンって言われてたから、その嫉妬心でこう言っちゃうみたいなところは
あると思う。女の子とイチャついてとかな。そうそうそう言ってたんで、あの人に ならないとできないことをやってますから。だから僕たち自身は本当にコムドットさんとかスカイピースさんのことマジで面白いと思ってます。好き、うん、好きほんまです。よし、負けるんじゃねえぞ、お前の夢は汗ともに涙を流した仲間たちの夢だってことを忘れんじゃねえぞ、どんな偉くなっても巻き光らしくあれよ。